ドブロはフィアットが製造、販売している自動車である。2001年、最初にオランダ市場へ投入された。トルコブルサのトファシ工場及びロシアホーチミ民市ベトナムで生産され、2002年からはブラジルでも生産されている。なお、トファシにより製造されるモデルは 1.4L ガソリンエンジン及び 1.9L、1.3L。 コモンレールディーゼルターボエンジンを搭載する。また、ブラジル製の車両は、当初1.3リットルよび 1.6L ガソリンエンジンが搭載されたが、現在は、ゼネラルモーターズ製の 1.6L ガソリンエンジンのみが搭載される。2003年、通常モデルより、バンパーが大型化した、直列4気筒 1.8L エンジンを搭載した4輪、駆動モデルのドブロアドベンチャーを、 ブラジルで発売。2005年秋、マイナーチェンジ。前後のデザイン変更が行われた。2006年、インターナショナル版オブザイヤーを受賞。また、シンガポール市場においては、1.4L エンジンを搭載した常用モデルが、フィアットパノラマとして販売されており、北朝鮮では平和自動車により、ポックギの名称で販売されている。2代目から GM へ供給を開始。 オペルとボックスホールブランドでコンボという社名で販売している。2015年ハノーバーモーターショーで新しくヘッドライト、グリル、フロントバンパーを備えたモデルを公開。同年マイナーチェンジモデルの発売を開始した。また同年ダムトラックスブランドにてプロマスター式として北米市場でも販売を開始。ありがとうございます。